うん、珍しい。昨日から天気悪いね。うん、暗い、涼しい、でも湿度。羽日でも朝7時オープン。あ、20時間じゃないの。うん、そうだね、夜閉まってる。うん、12時までだ。そんな遅くまでやってる？うん。すごい。こっち那覇から？あっちは近くかな。すごいよ。ぐるっとしてる人もいるだろうね。車が。これは大変だ。オープンだからだと信じたい。平日の昼とかに行ったら、うん、絶対そっちの方がいい。やばいよ、本当にやばいよ。どこまで繋がってんの。やめようか。これは戻ってきてももう無理だ。うん、ギリいい方だったね。あそこ。そうだね、ギリね。美味しそう。うわあ、美味しそうだね。めっちゃいいじゃんね。刺身見つめ合わせ。ああ、寿司美味しそう。わ、すごいよ、こっちも。3パック1200円だね。オイルホタテ。あ、見て見て見て、汁作る。これで味噌汁用380円で。お、いいよ、ね、あー、やばい。食べるよ。え、安っ、350円だよ、これ食べよう。本当だ、大きいのにする。これ OK、 私じゃあこれ、あなたそれ。気をつけてくださいね。はい、牡蠣とエビ一本ずつ。うん、一本ずついこう。よいしょ。1本重ねちゃいますか。うん、2本。貝もうまそう。え、貝なんか一つ食べたいな、ね、どれがいい。その辺、これ危ない危ないむずいこれ。かわいい。いいじゃん。OK。 エビとかね、やば、やばいね。一本か。うわ、イカ串めちゃおいしそう。やばいね、もうお祭りやん。あ、さっきこのうなぎ持ってる人いた。いや、ね、ここなんかめっちゃ流行ってる。どうしたどうした。寿司だって。あ、酢飯がいい。これがいい、ね、酢飯がいい。よいしょ。サーモン。ほほ肉、ね、私これ食べたい。ほほ肉、マグロほほ肉だった。すごいね。とミミジュア、イラブチャ、マダイ、あとホタテ。海鮮ゼロキロカロリーだから。わあ、いくら。本当だ。よいしょ。怖い怖い怖い。はい、いくら。いいじゃんいいじゃん。だってと。米は一つでいい。そうだね。一旦酢飯一個かな。真っ黒だよ。すごいね。
レーカー？しっかり切れてるな。疲れー疲れー。うん、うん、うん、うま、うま。うわうわすげえ。身も結構あるよね。うん、だいぶあるよ、ほら。ね、あ、ほんとだ。うわぁ、おいしそう。よいしょ。380。うわ、安いね。安い。すごっ。贅沢じゃん。すごい。何人前？大量だよ。すごいね。あ、骨の部分。うん。3枚おろした骨の部分か。いや、もうそうだね。あの、反ったとこやね。贅沢贅沢。これぐらいいくわ。うん、高かったんだっけ、まあ、でも言うてこの量にしてはって感じかな。ああ、もうちょいかな。まあいいか、うん、独特な味噌の特徴。いや、そう、いつも思う。具材ぐちゃぐちゃになっちゃうよ。停電のせいでちょっと溶けてくっついてる。え、早っ。結構な量じゃん。温まってなかった。じゃあ、プルコギいきます。子供が見事に邪魔なところで。ね、いつも邪魔なところ。てか。半分にここで形つけたらいいか。
あ、ちょちょちょ、本当だ。うまそうね。メニーチーズ、うん、バイバイ。うん、タイです。あー、美味しい。でもシーク、うん、効いてる。サクサクやで。わー、美味しい。生地ヘルシーではないよね。でもさ、生地言うてなんだろうね、これ、うん、トウモロコシじゃない。あ、そうだね。いただきます。お、うん、ね、本当に美味しい。え、うまっ。うますぎない。うん、うん、美味しい。